ついに手に入れたぜ、風のルブクリスタル。ああ、これでまた俺たちは新たな力を手にしたってわけだ。気持ちよかったな、こう風と一体になるっつーの。俺も使ってみたいな。いいけど、カツ2に使いこなせっかな。結構繊細なコントロールが要求されるっていうか。どういう意味だよ、やれるよ俺だって。そうか、カツ2ってノリでなんとかしようとするとこあんじゃん。お前にだけは言われたくないよ。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。投げればいいと思っているようですね。野球バカといったところでしょうか。ああ、そこじゃない。弟の方は小器用ではありますが、メンタルに弱い部分があります。お子ちゃまといったところでしょうか。違う。ああ、かゆいとこに手が届かないこの感じ。っていうか雑。こんな日に出てきやがって。大変な日だってのに。 TP を考えろ。空気読め。なんか美しくない。行くぞ。もういい、撤収。メカドモラクリスタル回収しました。父さん、アサヒ、カツ兄さんにお帰りなさい。お帰りじゃないよ。何なんだこれは。っていうか誰。流しの占い師カオリータホイ先生です。すっごく当たるって噂で、どうしたらお父さんの T シャツが売れるか占ってもらってるんです。あお告げが出たぞよ。本時期のものを身にまとい、レジの前に立ち続けるべし。レジ。本時期のもの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 。ありました。何？はみ出の線が本時期です。でかした。立ち続ける。立ち続ける。父さん、朝日、忘れたのか。今日はな、あなたたちは4人家族、いや5人家族でも全員が揃っているわけではない。わあ、やっぱり当たるんだ。すごいです。あの、申し訳ないんだけど、占いなんかしてもらってる。今日は4年に一度あなたたち一家に厄災が訪れる日。
薬剤はすぐそこまで迫っているぞよ。あ、やっぱりあいつはもうそこまで。どこだ、どこにいるんだ。まだまだ修行が足りないね。ブエノスディアス。コマネーラ、コマネーラ来て。コマキカオル、通称コマネー。俺たちが小さかった頃、コマネーはこの町の警察官だった。子供たちの最強の敵で、全員逮捕するぞ。特に俺とイサミは目をつけられていた。なんで俺たちばっかり見張ってんだよ。そんなに嫌なら勝負するかい。勝負？私に勝ったら放っといてやる。どうだい。うわ、結果はボロ負け。結局何度勝負しても勝てないまま。この町は私には狭すぎる。アディオス。ある日突然、コマネーは警察官を辞め町を去っていった。で、今度は占い師になってるなんてな。インドで2年、ギリシャで3年、香港で4年修行してきた。ちなみに4年前は流しの寿司職人。火を持ち。そのまた4年前は流しのフラメンコダンサーだった。あれ、それじゃあ始めようか。いいぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。初めてぽい。うわー、負けた。瞬殺。やっぱり強いです。コマネーは町一番のあっち向いてホイの名人だった。あの日、俺とイサミは100回連続で負けたんだ。それから4年に一度、コマネーは俺たちと勝負をしにこの町に戻ってきている。あっち向いてホイ。最初はグー、じゃんけんぽい。朝日、なんだそりゃ。ハッピーです。ハッピー。勝つとか負けるとかあまり好きじゃないので、グーともチョキともパーとも仲良しになれるのを考えてみました。朝日は優しくていい子に育ったよ、ミーシャン。まあ、考え方は嫌いじゃないが、この勝負では失格。はい、次。4年前の勝負の時、俺はコマネーに100回負けた。実はあの時、全ての対戦データを取っていたんだ。コマネーの行動はお見通しってわけ。科学の力でお前を倒す。面白い。かかってきな、マニュアル坊や。最初はグー、じゃんけんポン。ヒサミがじゃんけんで勝った。今までじゃんけんですら勝てたことなかったのに。言ったはずだよ、コマネーの動きはお見通しだ。口だけってわけじゃなさそうだね。けど目をつぶった。どうした、遠慮は無用だぞ。あっち向いて。おい、かわした。目をつぶったまま。すごいです。自分で自分を消したんだ。行動を読まれてしまうのなら、いっそ自分を消してしまおうと。今彼女はこの大いなる大自然と一つになっているのだよ。最初はグー、じゃんけんぽい。パーで負けた後、コマネーが向く方向は 62% の確率でした。だがこの状況はデータにはない。あっち向いて。データ通りした。いや、しかし、上だ。おい、下か。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いて。コマネーの勝ちだ。ほら、食いな。ほら、いただきます。小巻風七味唐辛子タバスコ山椒ケバブサンドだ。あ、そうだった。コマネ月刊好きだった。辛いもん食うと血の巡りが良くなる。
頭の回転も上がるってな。ありがとう。ん？何が？子供の時さ、コマ姉のことほんと怖えって思ってたけど、あれは俺たちや町の子供を守るためだったんだろ。母さんがいなくなってからは特に俺と勇のことを見てくれて、こうやって今でも会いに来てくれるのも。あっち向いて、はい。あ、汚ねえ、不意打ちは卑怯だぞ。なんか言ってんじゃないよ。あらもう無理。あらこれいらないよ。俺のは返す。やべえな。さてと、そろそろ行くか。え、もう行っちゃうのかよ。エジンバラで勝負を待ってるやつがいるんでね。ブエノスアイレスにもマルタにも。世界は私には狭すぎる。チャオ。今度こそ絶対勝ってやっからな。世界中でコマネーを待っているのは昔の俺とイサミみたいな子供たちなのかもしれない。ふとそんなことを思った。いや、先ほどは見事な勝負でした。感服しました。愛と善意の伝道師アイゼン誠です。あなたの占いよく当たるそうですね。一つ私も占ってもらえないかな。何を？私の夢を邪魔する二人の若者がいてね。若いうちの苦労は勝手でも押し付けろ。もっともっと勝手に押し付けちゃおうかなと思うんだが、どうだろう。あんた何者だ？私の敵はウルトラマン。あっち向いて。ほい。また今朝のやつか。今度は逃がさねえぞ。俺色に染めろ。セレクト。クリスタル。ウルトラマンタオ。まとうは火、グレンの炎。ウルトラマンロッド、フレイム。セレクト、クリスタル。ウルトラマン銀河。的は水、コンペキの海。ウルトラマンブルー、アクア。なんか様子が変だぞ。牽制してみる。よっしゃストライク。おっしゃ。あれ、反撃してこないぞ。電池切れかな。え、あいつ電池で動いてんの？いや知らないけど。その声は勝美と勇か。え、なんでコマネが怪獣の中に。わかんねえよ。とにかく止めないと。ああ、じゃあこれでどうだ。
怪獣、囚われの恩人。いいシチュエーションだ。こら勝美、道でバット振らない。勇も歩きながら本読まない。まずい、あれが爆発したら町が。勇、チェンジだ。勇、スラッガーで攻撃だ。でもそんなことしたら困ねえが。一か八かやるしかない。ルームスラッガーロスト。カズニさんがいないんだ。私にはこんなことしか。カツミ、そんなところでキャッチボールしない。イサミ、壁に方程式とか落書きしない。二人とも負けちゃダメだよ。でも、あんたたちのことを思っているからね。きっとできる。信じてる。信じてるよ。信じてるから。ワイドショットスラッガー。
マネ。サミ、ナイスプレー。行こうぜ。それはパイよりのハッピーです。私のはグーより。うん、難しいな。じゃあこうすると、あれ朝日来てたのかよ。なんだコマネ、元気そうじゃん。怪獣と一緒に爆発して無事だったなんて奇跡です。まあ、よく覚えてないんだけどさ、ウルトラマンってやつらに感謝だね。お見舞い。特製七味唐辛子、タバスコ山椒、ケバブスタンド。おお、でかした。もう病院食は味が薄くて参ってたんだよ。いただきます。味薄、全然辛くない。待って、七味だろ、タバスコだろ、山椒、一瓶全部使ったのに、やっぱりまだまだ甘いね。それよりどうだい、一勝負。データは更新済みだ。怪我人だからつって手加減しねえぞ。望むところだ。行くよ。おい、最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いて、はい。についての研究だ、カツミ。ああ、今日のクリスタルはこれだ。ウルトラセブン。ウルトラセブンはアイスラッカーという刃を武器に戦う。セブンクリスタルをルーブスラッカーブルに装着して放つワイドショットスラッカーは切れ味鋭い必殺技だ。次回も見てくれよな。カツミ、俺変身できなくなっちゃった。なんだって？ルーブジャイロの故障か、それとも俺に原因があんのか。俺ウルトラマン失格かも。次回ウルトラマンルーブヒーロー失格。俺色に染め上げろルーブ。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。